はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。僕はね、 iPhone7 Plus、 去年発売されたもの機種変しないぞと公言してましたよね。こんなの買い替えるぐらいだったらさ、 L レンズでも買った方がいい写真は撮れるよって、そういう話をしてましたけどもね。まあやむなく2ヶ月前にね、買い替えましたこれまでね、 iPhone6S Plus を使ってきてたんですけども、どうもね、バッテリーの持ちが悪くなって、まあ仕方ないなと思ってね、皆さんおすすめのジェットブラックというカラーのね、iPhone7 Plus に買い替えました。機種変しました。で、今お見せしてる動画はその iPhone7 Plus のいわゆるインカメラ、こちら側のね、画面側のカメラですね、それで撮影してる動画です。 iPhone6S Plus と比べるとね、インカメラがだいぶワイドになりましたよね。インカメラがだいぶワイドになって、しかもフル HD で撮影できるようになったと。これは大きな違いですよね。まあ比較してみると一目瞭然なんですけども、本当に広くなってるね。今 iPhone7 Plus がこの辺なのかな、この辺が加減になってると思いますけども、 iPhone6S Plus だとここですよ。こことここです。こことここ、乳首1個分ぐらい全然違うわけですね。まあこれまでもね、 iPhone で撮影した動画っていうのはね、 iPhone4 ぐらいから結構使えるレベルだなっていうことでね、ガンガン投入してきましたけども、もう今やね、ビデオカメラ、一眼レフなんかと合わせて使う分にはもう全然遜色ないぐらいでしたけども、 iPhone7 Plus にしてみて、もう iPhone 単体でこれだけでいっちゃってもいいかなという感じなので、先日からね、撮る旅なんていうシリーズもね、始めました。撮る旅っていうシリーズはね、まあ一発目はね、早速海に行ってますよ。防水ですよね、一応ね、 iPhone7 Plus っていうのはね、防水だからね、まあ本当はダメなんだけど、海でヤドカリを撮影するのに、こう海のね、磯辺の浜辺の岩の上にポンと置いてね、ちょっとね、塩かぶっちゃったりとかあったんだけどね、まあ、全然今生きてます。まあまだ不具合は出ないだろうけどね、全然生きてますよ。ロー撮影できるようになりました。Adobe が提唱している DNG というフォーマットですね。ということでね、 Lightroom モバイル、まあこれ最近使ってるんですけども、パシャッと撮ってすぐ Lightroom で現像に入れる。しかもですよ、ワイドとテレ、ね、広角と望遠が両方レンズが使えるわけですね。もうね、新しいコンデジを手に入れた気分ですよ。そういえばイヤホンのジャックがなくなってライトニング端子だけになっちゃったということなんですけども、こういうものを販売されておりますね。ライトニング端子とイヤホンの端子をね、これアダプターですね、従来のイヤホンをライトニングに変えるアダプター、これがあればね、全然問題はないなと。はい、ということでね、 iPhone7 Plus に機種変してよかったことのお話でした。それでは。